ークマン未発売製品がヤバかった。こんにちは、キャンプ特紹介のルパパです。今回はなんとワークマンの春夏展示会にお呼ばれしたので来ちゃいました。今回のワークマンさんのテーマはワークマンカラー、めちゃめちゃカラフルな色合いでしたね。正直この展示会に入った時の印象はかなり派手だなって思った印象ですね。私ウーパパ、高校時代は女子のメイクと髪の毛の色は派手な方が出来という名言を残していたことで地元では有名でしたが、キャンプ道具は派手よりも落ち着いた色が好きです。というわけで今回ワークマンのキャンプ道具未発売製品20種類以上紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。すいません、ワークマンさんから一酸化炭素テスターが出るんですね、はい。一酸化炭素テスターは他のメーカーさんと比べて何がどう違うんですか？そうですね、まず一酸化炭素テスター国内メーカーで販売している会社さん自体少ないと思います。こちらの商品に関してはどうしても精度が要求される商品になりますので、一番肝となる部分のセンサーに関して日本製のセンサーを搭載するというところは当初のコンセプトから決めておりましたので、日本メーカーの電気化学センサーを搭載して、でそれを海外でアセンブリして輸入しているという形の商品になります。国内メーカーのセンサーを搭載することで、これ今この会場内がちょっと火気厳禁になりますので、この中にちょっと一酸化炭素危なくない程度に入っています。裏のセンサー部に。リアルタイムに一酸化炭素の数値が表示されて、今入れるのをやめてますので、もうこのままどんどんまたゼロに向かって下がっていくという形になります。 200ppm でフラッシュ、 300ppm でフラッシュと警告音、 400ppm で速いフラッシュと強い警告音というあのアラームを搭載してるんですけども、一瞬その数値に行ったからって言って音が鳴るとちょっと誤作動 の誤解を招いてしまいますので、5分間その数値を感知した時にその警告音が鳴るようなプログラムも入っております。でもう一つの特徴としましては、今もう 13ppm であの問題のない数値になってるんですけども、例えば自分がいなかった時、もしくはまあ起きた時にその時に本当に一酸化炭素なかったのかって見るために、このボタンを押すとマックスですね、この機種が立ち上がっとった時の一番最大の PPM を記憶するメモリー機能も搭載してますので、寝てた時にそうです、高かったらそれが分かるってそうです。朝起きた時は実際低かっても、もしかしてちょっと昨晩どうだったかっていうのがこのメモリー機能を使うことによって、まあ、知らない間に一酸化炭素が発生しとったかも分からないっていうところが分かる機能も搭載している商品になります。今こちらに関してはまあおおよそ 300ppm ぐらいが入っているんですけど、工業用今回の製品、まあ側本体もセンサーも中国品と比較している動画になります。工業用と今回の製品に関してはまあほぼ近い数値をずっと、でこの容器内には気流がありますので多少数値は前後しますけども、300ないしは400ぐらい前後して近い数値を表示しています。こちらに関してはもうほぼ200ppm ぐらいしか上がりきらない、感知しないということで、本来の濃度とほぼ倍ぐらいですね、濃度が違ってくるというところ。この2つの方が正確っていうことですね。そういうことです、はい。この黄色がもう工業の非常に高額な機種になりますんで、まあ、これの数値に近い方が精度が高いという認識で見てもらえればいいです。なるほど、はい。お値段はいくらですか？14,800円です。お、安いですね、はい。ありがとうございます。こちらの動画も同じになります。この中におよそ 400ppm の、 あの濃度の一酸化炭素が入っております。で400今回線425、まあ、5% ぐらいのコストですね。こちらに関しては側も、センサーも中国品だと 308ppm になって、 30% ぐらい違っています。ちょっとこちらの動画は、まあ、特徴としてはセンサーコンパクト警告音で、まあ、ボタンが1つしかない、起動するのもこのボタンを押していただいて、で先ほど言ったレベル1ですね、 200ppm から299だとこのフラッシュだけ作動します。2段階目は300か399になるとアラームと点滅になります。で一番これが強い 400ppm 以上だとアラームと点滅が連続して、で次のところが先ほどのお話につながります。症状に関してですね、微量でありましても当然長い時間あると
何かしらの影響が出てきます。先ほどの誤差ですね、 400ppm と 200ppm だと現れる症状の時間がすごく変わってきますので、やっぱりその検知したこの数値の誤差というところは非常に重要な数値になってきます。なるほど、ありがとうございます。次紹介するのがこちら、これですね、ミストファンのついているライトなるんですかね。あ、出ました出ました。これがミストが出てますね。で、あ、全然大丈夫です。値段だけ確認して、縦横回転しますと、こうすごいですね。で、これがよく見るとクリップになってるんで、これは挟めて使えますね。ここにスイッチありますね。ここで押すとファンが回りますので、ミストとファンが一緒に出てくるような感じですね。いや、これいいですね。これがいくらなんだ。これが9800円ですね。1から5時間のオフタイマー設定、モバイルバッテリー、なるほど、3時間の霧が出る感じですね。これよく見ると裏にフックついてますね。フックをかけて使うこともできますし、あとこれなんや、なんかネジ状の、あ、これサスっぽいですね。これをつけるっていうことはあれですかね、どこかにつけるのかわからないです。ワークマンさんも今なんか忙しそうなんで、こう聞くに聞けない状態が、はい。で、風もね、思ってるより強いっすよ。待って動かへん。ライト中押しか、あれ置いておきましょう。続きまして、充電式サーチライト、これは何かというと、ちょっとこれ分かりやすいですね。カバンに取り付けるライトみたいな感じですね。これものがあるんですけど、角度が動いて、でちょっと今リュックないんですけど、この辺にゴムがあるので、リュックのベルトにつけて、でライトをつける感じですね。これいいですね、手ぶらでキャンプもできますし、これトイレ行くときとかね、足元照らすのはだいぶ便利なんじゃないですかね。これがお値段が2500円、2500円、高いのか安いのかまあ充電式なんでね、だいぶ個人的にはありなんじゃないかなとは思いますね。まあ、ちょっと1000円台ぐらいで出してほしかったのが正直本音のところでありますね。ライトも1段階点滅と、結構一番明るいタイプでも強そうですよね。結構します。こっち弱いタイプと、これちょっと画面越しやと分かりづらいと思うんですけど、皆さん2500円どうでしょうか。はい、あとこれすごいですよ。これ長押しするとライトがつくんですけど、この手をかざすとライトが消える、もう一回手をかざすとライトがつくと、これ便利ですね。これ手がね、両手塞がっててもちょっとかざすだけでライトつけますので、これめっちゃいいですね。続きまして、これなんすかね、なんか上から引っ掛けるものもありますし、なんかライトっぽいですね。あ、動いた、お、すごい。あ、これランタンですね。あ、これですね、 3.7V 充電式ラウンドランタンライト120ルーメン。お、なんか結構明るいですね。置くこともできますし、吊り下げることもできると。すごい。でワンプッシュで、あ、消えてワンプッシュでつくと、あ、これはいいですね、便利。思ってるより明るいですし、色はこの白色っていうんですかね、しかないので、個人的にはもうちょっとオレンジっぽい暖色系の明かりが欲しかったかなと。まあ、でもシンプルでいいですね、色もマット感があって。次はこれ、アイアンメスティン 660ml って書いてあるんですけど、重たいですね。
これが、これはなんて読むんや、鋳鉄芋の、芋のっぽい感じですね。めちゃめちゃ分厚いので肉なんかも美味しく焼けそうですね。でちょっと湾曲になってるんで油とかこの端っこに流れていきそうな形状をしてます。で付属で取っ手もついてるんで引っ掛けてもらって持ち上げることもできると、便利ですね。でメスティンなんで下の方にも、これも分厚いですね、かなり分厚めなのでここで何か焼いたりするのも便利そうですね。で持ち上げるときはこっちも持ち上げれますし、ここに入れて、もっと重たいですけど持ち上げることもできます。で蓋を閉めたままさっき持ち上げることできるっておっしゃられてたんでちょっと試してみるんですけど、これねさっきやったんですけどなんかね入りづらかったんですよ。ちょっと待ちくださいね。あ、来た。ここを奥まで入れると爪が引っかかるのでこのままグッと持ち上げることができます。これすごい重たいですね。美味しくできそうです。重さはね、重さは書いてなくて満水で 750ml 入りますね。で幅が 160mm、 高さ 57mm、 奥行きが 90mm、まあ、一般的なネスティンと二個用と同じサイズ感ですね。ね、これね、多分熱々の時とかはこれちょっと焦ると思いますね。なかなかね、なかなか奥まで入らないです。でも今奥入りましたね。この爪が2つ計算された爪があるので引っ掛けて持ち上げる。こっちは奥まで入れて持ち上げると。これがお値段が入っておりませんね。どれぐらいなんだろう。次がメスキットパン、ちょっと私初めて名前を聞くんですけど、この素材がアルミですかね。ちょっと見ます。素材がアルミニウム、そして底の厚さが1センチと、まあ、ちょっと分厚めのアルミですね。で蓋もアルミニウムで、このまま調理することもできますし、そのままこれをひっくり返すとなんとお皿にもなると。もうめちゃめちゃ便利ですね。蓋をしてこのまま取っ手をガチッとするともう蓋も簡単に取れなくなります。で隣にあるのがそのミニタイプ、こっちの方が2号用で隣が1号用ですね。ちょっとサイズ感的に隣の方がちょっとちっちゃめになりますね。深さは隣の1号用の方が若干深いと。こちらも同じような感じですね。お皿になると、あ、便利。ソロキャンプする方はぜひご購入検討してみてはいかがでしょうか。こちらダウンが入っている量が違うっていうのが、はい、一番大きい時間なシュラフの方は5種類5種類新商品が出てると、はい、マットは3種類です。はいはい、はい、エクストリームダウンシュラフってやつなんですけど、はい、まず去年もダウンもの出してたんですよね。あ、はい、で今回はその発熱性の生地を混ぜ込んでるので、はい、だんだん暖かくなってきます。なるほど。はい、であと特徴としてはダウンがこれは400、はい、600、690、1290の4種類展開でやってますね。はいはい、まあ、ダウンが多ければ多いほどもちろん暖かくなるっていう、ね、暖かく、ちょっと値段も高くなります。はい、さっきのとはちょっと違うんですけど、こちらはブロックの起毛になってまして、あったかそう、暖かいものになってます。やっぱりさっきのとかだとこの裏地の方が、はい、やっぱ嫌なお客さんとかもいるので、はいはい、こういう起毛の方がいいとお客さんとかにはおすすめになりますね。じゃあ次は、はい、さっきの続きで400、はい、こちらの方もフードの部分はない、はい、
形になります。で、ファスナーの方が、YKK さんのファスナーを使ってて、ちゃんとしっかりした非常に滑らかなものになっています。これが、さっきのやつより 200g 多い600のシュラフ、はい、さっきのタイプのやつは、はい、シーズン的には、さっきの方が夏とか、はい、春とかで、こっちも、まあ、秋ぐらいですかね、はいはい、ちゃんと頭の部分がついてます、はい、でさっきとファスナーとかは変わらないです、はい、あこれも YKK のファスナー使ってるんですね。なるほど、マミー型のタイプ、マミー型のタイプで、小さくするとこれですね、まず。あ、なるほど、これぐらいまでちっちゃくなると、はい、で、次これ僕のおすすめなんですけど、690、まあちょっとしか増えてないんですけど、さっきより、まずこのネックのところにこの簡易枕ではないですけど、このこれがついてることで、あーなるほど、はい、枕なしでも、まあ、多少寝れるのかな。あとこの、はい、さっきとファスナーが違うんですよ、止水風ファスナ ー止水じゃなくて止水風なんですね。完全止水ではないんですよね、はいはい、でもちゃんと効果はあるので。なるほど、もう見た目完全に止水ファスナーですね。はい、水が入ってこなかったり風がしっかり防げて、はい、なるほど、はい、これは他のタイプにはなくてこのタイプだけ。そうです、あと、あもう一個先の1290にはついてます。あ、一番高い、一番高いやつにはついてます。なるほど。で、まあ価格とか大きさとかでも、はい、まあ、これは大変人気なやつ。1290エクストリームダウンシャフトになります。1290ってめちゃめちゃ入ってるってこと、まあ、さっきの倍ってことですか、ね、倍入ってます。めちゃめちゃあったかそうで、マイナス11度でも耐えられる。限界の温度、限界がマイナス11度。なるほど。で、快適温度は0度になります、はいはいはい、こちらもさっきと同じタイプにはなります。ネックの部分と、あとファスナーの部分も止水になってますね。ですね、YKK。そうですね。ただ YKK が一番いいんですか？やっぱりファスナー滑らかさとか、はい、そういうのはやっぱり YKK さん。なるほど。マットの方はですね、うちが出してるやつで、一番おすすめはこちらになりますね。あ、分厚いですね。はい、インフレーターマットで、これがなんと10センチ膨れるんですよ。10センチ、はい、10センチはめちゃめちゃ分厚くて寝心地がいいですね。そうですね。で、もう簡単にこの2つを開けていただいて、バルブを、はい、すると自然に膨らんでいきます。で、まあ、4900円というのは他社じゃありえない。確かに4900円はこの10センチのマットでは破格ですね。はい、これなんで安いんですか？やっぱりまあ量産、作ってる数は多いですかね。なるほど、はい、であとは小さくする、小さくっていうか畳むとこれくらいになります。おお、結構小さくなるんですね。はい、これでも畳むのはやっぱ相当ちょっと力が。そうですね、やっぱ時間と力はかかるかなっていう、空気とか抜いたりします。なるほど、はい。まあ、ちょっと大きめに袋多分作られてますよ。そうですね、どうしても大きくなっちゃうんで。了解です、はい、でここにコンプレッションのベルトもあるので、まあ、やりやすそうですね、収納しやすそうな、はい、じゃあ今回のそのエアディメンションマットレスっていう長い名前のマットなんですけど、エアディメンションマットはい、一番の特徴が何か触ってみてもらってちょっと分かると思うんですけど、なんか何やろこれみたいな、なんか入ってますね。ウレタンじゃない、何やろみたいな。そうですね、感じだと思うんですけど、はい、これ開けてもらうと、まあ、こういうものが入ってまして、まあ、これは僕らでも開けれるファスナーがついてる。そうです、はい、ここはもうあの自分たちで開けれるファスナーがついてまして、はいはいはい、でこれも全て取り出しができます。おお、この部分をこう引っ張ってもらうと取り出しができるので、はいはいはい、取り出してもらってシャワーで水洗いができる形になります。これは何の素材なんですか？これは、組成でいうとポリエステルにはなるんですけど、ポリエステル系の樹脂ですね、はい、あ、なるほど。じゃあ水を吸うことはなくて、はい、ってことですね。はいはいはい、でこれ中が全部このストローみたいに
穴が開いてまして、よく見ると。これが分かりやすいですかね。見えますか。カメラの性能のものかもしれないですね。でこれがまあその全部穴が開いてるんで、はい、あの水が抜けるんで、そのまま洗えますし、はいはい、で通気性がすごくいいので、確かに、はい、こちらに書いてるんですけど、この通気性が一つだけ突き抜けてるんですけど、他のウレタンフォームであったりとか、はいはい、と比べると全然違いますよっていう。なるほど。じゃあどちらかというと夏向きの、ね、そうですね、夏場に使ってもらえると涼しく快適に使えるかな、はい、で、まあ、冬場はまあこういうコットンの上とかに置いてもらった方がまあいいのかなと。あのそこまで寒くはない。この生地自体にもコーティングしてあって、はいはい、あの通気性がめちゃくちゃいいわけではないので。なるほど。あの空気があの涼しいのは止まるようになって、はいはい、であのこちらのコーティングしてあるので水も弾くと。でこれは先ほど取り外してもらって、こっちはシャワー、はい、でこちらの生地の方は洗濯機か手洗いで洗ってもらう。なるほど。洗濯機も入れれるんですね。はい、入れれます。お便利。じゃあこちらの表記では手洗いの表記にしてます。はい。厚さは2センチぐらいですか。厚さは2センチですね。なるほど。で折りたたむとこの大きさ。だいぶコンパクトに。重さは1キロ強、1.2 キロぐらいですかね。でも軽いですね。はい、すごく軽いと思います。多分今回出ているマットレスの中で一番軽くて。ああ、なるほど。あと中材の性能なんですけど、はい、抗菌の性能が入ってまして、はいはい、あのこのさっきの白いこちら。ああ、なるほど、はい。なので、まあ、洗わなくてもあの菌がつきにくいというような加工がされているので、はい、抗菌防止の加工がされています。まあ、確かにスポンジよりかは全然菌がねそうですね、そもそもどこにつくのというような感じにはなっています。こちらが今回そのエアディメンションマットレスというもので、もう一個マットレスがありまして、緑のまたちょっと違ったマットレスになってます。これはなんかウレタンフォーム、ウレタンですけど、はい、これ表面、表面がシンカーパイル、はい、タオルの生地になって、ああ、はいはいはい、まさに本当にタオルですね、はい、そうです。後ろ滑り止めもついてますし、はい、去年まではこちらの生地で作ってたんですけど、はいはいはい、こちらの生地からちょっとアップグレードしまして、こういうタオルの生地と裏を滑り止めに変えたっていう新しい。なるほど。これも全然滑らないの。確かに。で中はあの、はい、低反発のウレタンフォームで、あ、結構キャンプでは珍しいかなと思う。なんかもう布団の下に布団に敷くようなやつですか。そうですね、これはお家でも、お家での寝心地をキャンプでもみたいな。なるほど。これ厚さは、これは3センチ、3センチですね、はい、これはすごく包み込まれるような、さっきとはまた違った寝心地になってます。高反発、低反発みたいな、みたいな感じです、はい。これちなみにお値段はこっちが、こっちが4900円、このエアディメンションが4900円で、はいはい、こっちが、こっちが3500円、3500円、はい、思ってたよりも安いですね。思ったより安い、よかったです。じゃあこちらがですね、ハンドチェーンソーといいまして、手動のチェーンソーになってます。お、今日はちょっとこんな感じで手を通してカットしていきますが、はい、刃がですね、通常のチェーンソーですと片方にしかついてないんです。こう電動のものだと回る方向、一方向なので、はいはい、ただこれ左右に動かすために両方に刃がついてます。はいはい、ここの部分とここの部分ですね。はいはいはい、こんな感じで。あ、すごい。女性でも簡単に、簡単そうではないですとこなんですが、今腕パンパンです。なるほど。今日一日お姉さん頑張ってはりますので。いや、もう疲れますなんで結構こう切る道具でも使い慣れてらっしゃる方、フロントの方には向いてる道具ですね、はい、なるほどですね。やっぱりこうちょっとこうもう少しあの細い木とかそういったものを切りたい時に向いてるのと、はいはい、あと最大の特徴はやっぱりちっちゃくなる。かなりコンパクトになりますね。でも軽いので、はい、あの専用のポーチもついてるんですけど、はい、まあ、それに入れていただいてっていう感じですね。あとは今日ちょっと床なんで木が滑るんですけど、通していただいて、まあ、こういう感じで、これだと切りやすいです。確かにこれ切りやすいです、ね、ただ今日普通の土の地面だったらいいんですけど、はいはいはい、どうしても木が滑っちゃうんで、はい、なんですけど、これだったらまあ切りやすいです。確かに。あとは2人でやっていただくとより切りやすいので、じゃあ一緒にちょっと
検査をする、はい、こちらでも止めていただいて、手首を通して、はい、じゃあ初め引いていただいて、はい、こういう感じで結構振れます。2人やったらいい感じですね、はい、はい、次がこちら、はい、エコバイオマスマグカップ。ちょっと木目調になってて非常に軽い素材ですね。耐熱温度が140度、なので熱々もいけます。でお箸もあってお皿もあると、同じような色合いなんですけども、これが貝殻成分が入っていると、ホタテが確か 10% 入っているとおっしゃられてました。これが1つあたり299円、399円。お箸がおいくらですか？150円。あ、お箸が1膳150円、はい、で3個セットが980円。あ、980円、はい、ということはちょっと安いんですか？ちょっと安いです。なるほど、これが少し安い。はいはいはい。お箸と、このプレートとこのセット、あ、こっちですね、はい、こっちのプレートとお椀とのこの3個セットが、はい、980円、はい、でお椀は299円で、プレートが499円、でお箸が150円と。じゃあこの3個セットと、はい、これ、はい、これまた別ですよね。別ですね、はい、3個セットはこれだけです。なるほど。あとはバラ売り、コップと深めのお皿とボールと、これお椀ですかね、はい、とお皿とお箸と、はい、これは単品で売られてますね。あ、それとも単品で売ってます。それとも単品で売られてる、はい、これ全部電子レンジ可能な。お、電子レンジ可能なのは熱いですね。食洗機も入れれたりする。食洗機も、はい、入れます。了解です、ありがとうございます。切ってみますか。そうですね、これは何ですか、まな板と包丁、まな板セットというものです。もしかして、あ、この中に包丁が入ることができると。これ磁石がついてるんですね。そうです、磁石がついてます。磁石がついていて、で閉めると、はい、でここで蓋を閉じると、はい、で磁石ついてるんで開けてもすぐに落ちないってことですね。ちょっと切らせてもらっていいですか？あ、どうぞ、はい、リンゴにしますか？リンゴにします。これでいきますね。いきます。おお、そうですね、切れ味は、まあ、スパンってわけではないんですけど、まあ、いいですね。ちょっと刃も分厚いので結構丈夫な包丁ですよね。この隣にあるのはサイズ違いってことですか？サイズ違いですね。こっちは小型のナイフが入ってます。あ、なるほど。サイズ感は折りたたんだらこのサイズ、はい、で大きいのがこのサイズ。なるほど。ちなみにお値段はどれぐらいですか？値段の差はこっちの大きい方が2500円。2500円、あ、安いですね。2500円、ちっちゃい方が1900円。はいはい、ちっちゃい方が1900円、はい、で足もちゃんとついてるので、ブッシュクッキングツール M、 放浪の放浪ですか、はい、放浪食器、放浪食器でコップとボールとお皿、こっちのフライパン、フライパンと鍋、お、鍋もあるんですね。パーコレーターの小台です。あ、パーコレーター、はい、あのコーヒー作るやつですね。コーヒーとか、あのお茶とか、これ茶こしがついてる、はいはい、台だけついてる。あ、台だけついてるんですね。なるほど。見せてもらって、はい、で色は5色ですね。こっちの4つは黒しかない、はい、こっちは5色展開です。なるほど、放浪ですね。あ、でもなんか思ってたよりも軽いですね。軽い。コップが980円、ボールが980円、お皿も980円。おー、すごいですね。他で
ホーローの、はい、ホーロー系のやつに比べると多分安いですよね。そうですね、かなり安いと思います、うん、マグカップぐらいは出てるところもあるかなっていうぐらいですけど、はい、他は多分このプレートのサイズで安いのは、そうですね、あの安いコールマンさんでも確か1000円以上しますもんね。はい、なるほど。あと色合いも可愛い色が多いですね。黒もいいな。お、青と。はい、ありがとうございます。これがカトラリーセットっていう2人分のカトラリーが入って、はいはいはい、1つのケースにまとまるっていう。これカトラリーは自分のものを入れる感じですか、はい、それ、あ、いや違います。これ全部ついてます。ついてるんですね、はい。でお箸もついていると。フォーク、スプーン、ナイフとお箸、はい、でここマジックテープがついているので止めると。全部セットで1500円。あ、1500円やったらまあそこまで高くないですね。でこのまま持っていけると、まあ、濡れてる状態でもここでぶら下げとけば乾かすこともできたりする。あ、なるほど、はい。確かに濡れてる状態でもここはメッシュになってますもんね、はい、ここの状態で乾かせると、はい、便利、はい。次は耐水圧 2500mm の生地で雨にも対応する耐久撥水ジョイントシェルター、こちらですね。通常の形はカーサイドシェルターみたいな感じなんですけど、サイドにサイドに壁がある状態で、まあ、その壁の部分も巻き上げすることができるので、通常のこの車の隣に止めてシェルターとして使うこともできますね。でシェルターだけじゃなくてこの中にインナーテントが入ってますね。あ、でもなんかインナーテントが思ってるより薄そうな生地で、ちょっと僕の手も透けるぐらいですね。なのでまあ冬場とかは間違いなく寒いんではないかと思います。で中は人が2人、まあそうですね、大人1人と子供1人が寝れるぐらいのサイズ感になってますね。まあ、車を横付けしてシェルタータイプで使いたい方にはいいんじゃないかとは思います。はい、次はベンチとチェアが2つ並んでますね。まず端っこの背もたれの大きいゆったりベンチ、これが5800円なんですけど、手すりが木っぽいですね。で横の部分がアルミですかね、これはで印刷されているような感じになります。でロックがついてるんでロックを止めるとこの引っかかりがあってすぐに畳まれないので問題ないかと思います。ロックを解除すると、お、反対もあるんですね。ロック2つ解除するとこれぐらいのサイズ感になると。で取っ手もついてるので運べると。組み立ても簡単ですね。もう折りたたみになってるのであとはロックをかけるだけ。ちょっと座ってみます。あ、なんか針がねありますね。で手すりもなんか木なんで、まあ、ちょっと高級感があるというか、はいですね、座り心地は全然問題ないですね。隣行きます。隣はそれを大きくしたようなベンチタイプになってます。これもロックが、なんか硬いぞ。諦めました。じゃあちょっと座ってみます。あ、これも同じような針ですね。ただやっぱりこっちに比べて真ん中を座るとちょっとまあちょっと沈み込むような感じはありますね。隣並べると高さも
ほぼ一緒なんで、本当に単純にここの幅が大きくなっただけのものにはなりますね。これがお値段8800円になります。次隣のチェア、これもコンパクトチェアですね。これもちっちゃく畳むことができます。これもロックついてますね。ロックをつけて、ロックをすると、ここの横にロックがあるんで、ロックをすると畳まれることはないと。座ってみます。あ、なんか僕的にはこれが一番座り心地いいですね。ゆったりできるというか、まあ、個人的にはハイバックの砂もたれがあるタイプが好きなんですけれども、これいいですね。子供とかにもね、使えるんじゃないでしょうか。こちらも取っ手の部分が木で、他がアルミに木目調のプリントされているような感じですね。お値段が燃え広がりにくいキャンプチェア3900円。あ、これ全部燃え広がりにくいタイプなんですね。なので焚き火の火の粉にも強いタイプですね。そう考えたら安いですね。8800円税込みのベンチと3900円のチェアで、5800円の一人用のベンチ。これはなかなかワークマンさんもいい色も出しますね。これ一色なんかな、一色だと思います。ダークブラウン、ちょっと今明かりがあるのでダークブラウンと言われてもわからないかもしれないんですけども。続きましてケーブル、これはファミリーキャンプに最適なアウトドアダイニングテーブルですね。耐熱なんで上に熱々のフライパンとかを乗せることができます。どうやって取るの、はめ込むタイプですね。で、上からはめるだけで、端っこはちょっとあの奥に入ってるのでスライドして取ってもらわんといけないんですけど、でこのまま畳んでいくと。どうやって畳むんだあ、足取れますね。畳むのに取れるのか。あ、これゴムでひっついてるんで、足をちっちゃくするときは、え、これどうすんの、こうか多分畳むときにちっちゃくなるだけで高さが変えられるわけではなさそうですね。これもね、多分こうコンパクトになって、ちょっとお待ちください。この部分を外して奥も外せば、あれ、あ、こうか、くるっと回して、でこれこっち、でさっきの板を置けば、ここに袋に入れたらだいたいこれぐらいのサイズ感になりますね。ちょっとワークスマンさん近くいなかったんで一人でやってしまいましたが、じゃあ組み立てていきたいと思います。ここからは倍速でお楽しみください。はい、続きまして、しっかり火を避けたい方におすすめのタープ、高撥水 TC タイプ、4メートル50センチのタイプですね。こちらになります。これピーンと張ってるこの感じすごいいいですよね。影もね、だいぶ濃いですね。これ中に今入ったんですけど、これが外と中の違い分かりますかね。かなり影が濃いです。素材自体は TC なんですけど、まあ、ちょっと薄めの TC になるんですかね。で、メインのポールと奥にもポールがあるんですけども、この2本で立てるような感じです。このメインのポールから2本引っ張っている状態なんですけども、ここの
自在金具っていうんですかね、これが三角形になってて、刃の端っこから伸びているタイプですね。こちらの方の自在金具がこの形になっているので、ちょっと分かりやすくなってるんではないでしょうか。ただ4m50っていうサイズ感なんですけど、そこまでね、これこの縦の部分が長いので、ファミリーには正直ちょっとちっちゃいかなっていう感じですね。まあ、日差しを避けるにはいいんですけども、雨を避けるってなってくるとちょっと狭いかなと思います。はい、続きまして、設営方法無限大ワークマン式サバイバルタープ、 TC サバイバルタープですね。こちら見ていきますと、1枚の布なんですけれども、ちょっと変わった形にできると。ポールを1本だけ立ててですね、ピーンと張ったりとか、今これタープが端っこ中に入ってるんですけれども、こういった感じで閉じることができますので、なかなかサバイバル感あっていいですね。素材も TC なのでなかなかしっかりしているのではないでしょうか。グロメットがこの後ろに、グロメットっていうんですかね、後ろにあるので、ここにポールを通したりとかですね、ロープを通したりっていうのもできます。続きまして、面白い形のタープです。このくるっとループ状のタープの中にテントが入っているものですね。タープ自体はここにポールが入ってますね。このポールを足元につなげて、こっちがテントのポール、こっちがタープのポール、同じように反対側も刺すような感じですね。で、中はこういった感じで大人4人寝れそうですよね。で、向こう側にも扉がありますので、ファスナーを開けていただくと出れます。あと、このタープ自体、位置をこう前にグッとやることによって、タープ単体でも使うことができるということですね。ちょっと前の方回ってみます。こちらの入り口は D 型になってますので、この中もインナーテントありますね。中にもテント1枚ございます。で、この袋状になっているので、これはこれで便利ですよね。こちらも、これも TC 素材ですね。中はちょっと薄めの素材にはなるんですけど、インナーテントはなかなか薄いですね。はい、続きまして、燃え広がりにくい台形タープ。この上に広がっているタープなんですけども、ちょっと形が複雑になっていますね。ちょっと分かりづらいんですけど、この天井部分が四角形、ロープの部分がちょっと台形になってるっていう形ですね。これも作ってる。ポールを4本使えばこのような形でタープを張ることができると。続きまして、ワンポールソロテント、これがワークマン最軽量ということですね。お値段は12,800円。また重さとかですね、ちょっとここに書いてなかったので、
重さが 1.7 キロって書いてましたね。だいぶ軽い。中は大人1人が乗れるようなスペースになってまして、ポールもあるような感じですね。ポールも真ん中に1本ズドンとワンポールになっていて、で端っこを引っ張るような感じです。はい、今からご紹介するのはまだ発売日が決まっていないテントになります。このテントがですね、素材が TC 素材ですね。でこちらに煙突の穴がありますね。こちらに煙突の穴がありますね。で巻き上げ式になっているので、煙突穴を通したいときはここから通して、使わないときはそのままジップテープで止めることができると。でこちらは前室があって、後ろを回ると、後ろを回るとこちらも、これ跳ね上げ式のポールがついてないみたいなんですけれども、入り口がこちらにございます。中を見てみると、ワンポールテントですね。ポールが1本真ん中にズドンと刺さっていて、でこの中の部分、ちょっと暗くて申し訳ないんですけれども、中の部分は大人が2人ぐらい寝れそうな空間ですね。こちらの以前発売されていたテントのちっちゃい版プラス TC 素材になっております。続きまして新商品がこちらのイグサですね。畳みたい、畳みたいなマット、これ裏を見ると銀マットのようなものが一緒にくっついているような状態ですね、うん、これはまだ未発表製品なのでお値段とか分かっていないんですけれども、本当にね、ちゃんとイグサですね。こちらの隣にあるのはちょっと分厚いタイプになりますね。同じく後ろが銀色なんですけれども、イグサのマットですね。これは珍しいですね。ワークマンさんも遊び心がたくさんございます。ありますね。で最後こちら新製品、このテントなんですが、この入り口が横はこう開いているんですけれども、もちろん巻き上げ式のテントなんですけど、ちょっと中見てみると真っ暗なので、もしかしたらあのコールマンさんのあのテントのダークルームテクノロジーっていうんですか、あれと同じようなテントだと思いますね。なのでこのまま朝をこの中で過ごすと、朝日に浴びることなくぐっすり眠ることができるようなテントだと。これもお値段とかね発表されていないので気になりますね。はい、というわけでワークマンの展示会いかがだったでしょうか。かなりねグダグダでやっていったんですけど疲れましたね。というわけで次の動画でお会いしましょう。ではまた。